彼氏いるって聞かれたんです。そう、男子、男子、女子、女子で一人だったので。え、あ、女子だけのトークじゃなかったのそれ。当たり前でした。男子、男子、女子、女子の班だったんだけど、うん、あ、違う、男子、男子、女子、女子だ。どうでもいい男女、男男女はどうでもいいの。ねえ、なんか告白されたことある？って聞かれて、一回だけねって言ったら、うん、ってやったんだけど、うん、今彼氏とかいいの？彼氏じゃないけど彼女はいるよ。適当に言っちゃう。じゃなんか怖いよ。自称彼女がいる。小学生の頃好きだった女の子がいて、告白して女の子めんどくさがるから結婚してくださいって1000回以上言ったら、1回あのいいよいいよ分かった、結婚しよう結婚しようって言ってくれるから、うん、もう会員制。ファインセフィアンセファインセじゃねえよ、ね、取れちゃう、どうしよう、やばいやばいやばい、やってあげよっか。ちょっと待って、わけわかんない、これこの話続けるね。そう、の学校はジェンダーレスだから、彼女彼氏でもどっちも何とも言えない学校だから何とも言えない反応があって、その場の空気凍らせるっていう。あ、そうなんだ。食べていい？いいよ。よかったね、優しい子しかいなくて。面白いよ。最近さ、嫁が増えたんだよね。そこに？二次元。二次元。ああ、怖い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 。近づいて気持ち悪いよこれ。うわあ。完成。ダメだ。キウイ難しい。